Thank you.
ともこのところに住みでたる者は、坂東は下野の郷里、那須の山の東光郷、飾り遊慶と申す山伏にてござそうろう。山伏三人をともつかまず、合力と申す者にてござそうろう。この度大峰山葛城に参拝いたし、その良きついでに日光山のふもと、足立ヶ原を一見せばやと思うなあり。合力もともつかまつらばやぞ、そう思うなり。行動に舵を取れ。はいはい、ディスクレ返事用の、はいはいはい、高齢高齢矢口の頭に生えたる髪と一発一寸八分に切りて、前髪六分は父のため、後ろ髪六分は母のため、残る六分は我が身のためと申してもだそうろう。また山伏さん嫌味だわ。剛力は四十も過ぎて、これ見てみちゃだいぶ少なったよ。これわしも四十過ぎとるんで。ほう、五級生じゃないかいの。何年生まれです？57年。まあええわ、年がバレない。言うまで言うまで。おお、剛力はね、あらじゃけ、あの剣受けは全部我が身のためのものにてもだそう。高齢高齢あぬちの額につけたると金と一波、上十五日は西にたなびき、下十五日は東にたなびき、天の村子も何度と申してごだそうろう。ポキンってこれ、おう、チャッシップじゃないこれ。調子が最近悪いんで、これゴムがだん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 伸びての、おう、出るたんびに縮めおる。できんよねこれ。まあこのもんばっかり使わないけどね。旦那さん西へ東へ定みいてじゃけ、おうおうおう、はよ頼みかんようにお仕切りさいとも今日はしてと。高齢高齢矢口の首に下げさるわげさと一発、後ろ二つさ前四つさ、合わせて六根六式六ハラミと申してもだそうろう。よけよけ腹があったんでね。おう、一個多いんじゃん。一個一個多い。大きな大きな腹があるの。五つある。あ、10年ぐらい前から痩せる痩せるよってじゃが、いっそへこまんな、この子なんか。よっぽどええことばっかりあるんだろうじゃない。悩まんのでさ、もう今年10キロ痩せんかったら焼肉じゃ、まあ、焼肉じゃって言ってから、一回もさ食べさせてくれ。もう言うばっかりだ。うん、まあええわ、それ、うん、もう。今年は食べさせてください、この教師を。高齢高齢、矢虫の手に持ったる数珠と一発、百八つつないで和となし、和のうちは日本と申してもだそうろう。これ見てみ、日本だろう、この向こうは。おう、鬼見ても日本だろう。おう、こっからどう見ても日本なんや。これはわしの顔よ。ゴーリキにはどっから見ても日本と申してもだそうろ。高齢高齢矢虫の背に持ったる酒どと一発、六つのあの鈴を振り立てて、いかなる枠はもう蓬莱も振り沈めんがための着度と申してもだそうろ。また今日神様神様が出てきちゃった口が、あれあのよう出てきてんじゃが、演出で演出ですか、演出演出、まあ、なかなか難しいんで、タイミングで悪用対話でしょうか。神様神様で、おお、ほんま神々の神を下ろすんじゃけよ、いよ剣で、ああ今日も、うんうん、次はカマンコ行こうとも今日してそうろ。高齢高齢矢虫の腰に刺したる刀と一発、両の目抜きは日光学校作業場屋の八つ打ちと申してもだそうろ。うそうろ。高齢高齢矢虫の腰に下げたるホラガイと一発、一吹き吹けば千家の峰も貫くホラガイと申してもだそうろ。旦那さん、うん、二言もついとらんよ。刀もない。ホラガイはここへついとるんじゃない。刀は肩ないし、ホラガイはホラばっかり吹く。喋りゃホラ、ホラ見てみ。ホラホラよ。ホラホラはいいが、たまにあの小道具を用意してくれよ、わしも。今度団地に、団地に頼む。上から下まで出から
ここはわげさまでじゃない、うん、あるな、あるな、うん、あたみんなホラじゃがホラみホラ毎回同じこと言うこれこれあむしのすねに当てたるキャハンと一発前なる紐は後ろにてしめ後ろなる紐は前にてしめ後ろ剣だけ縫うときは胴の枕場と申してこだそうろうさすが山口さん、絵の生えとってよじゃろう見てみこれ一丁ラインよこれあんたとこはしたんのこれモダに伝わる代々のキャハンじゃけんねうちの前をして声言われたけどこれ入ってきます毎回ガムテープ貼るよ毎回黒いガムテープが毎回毎回これこれやぶしの足に履いたるわらじと一派四つの輪の地上がじんと締め上りしときは上音大王下りしときはゲゲ菩薩いかなるは熊王来訪も踏み沈めんがためのわらじと申してもだそうろはいはいおわらじで悪魔を踏み沈めて歩いていきましょうって白旅じゃがおうよ毎回あんたこの旅のばっかりの、うん、わらじじゃないとたびたび言われるんだうん、たびたびの、たびはたびたび買いなさいそうそう、たびたび買いなさいって言わしいつも言おるよ、大変だからことばっかり言うんだけど、まあ、かぐら前はね、白旅だけあれ、いいとも評してさいかにもおりきや、はいはいやぶしんね、あらあらもおさらばはいこれよりあらちがはらを刺して急がばやとどう思うなありかしこまってそうろいいはいはい急げ急げはほどもなく足立が払いもついたと覚えてそうぞあれなる芝のととぼし一本見るによって一夜の宿を借りてまいれやのかしこまってそうぞいいしどれいや今から言う言葉いや貸してくれてよ大抵の人はああそうは言えないんですよ言ってなかったらまあよっから言うてくださいおおいうの忘れとったちょっとおおいけいけってバーッと行かしてから山伏ものちょっといろいろ今日不幸がいろいろあったもんだけどええことにならんああふたはたはたで工場行けはいはいもう旅する山伏はい宿から作法はなければはい人気くれなんて言ったらそうあれ、はい、一夜の泊まれやな
言うてみる。はい、はい、わかりました。行きます。かしこまって、そぼろ。南城何事にてやそろ旅する山伏が日に向きくれなんでいたすを哀れと見て一夜の宿を賜れ宿を言うてみろ宿は何もさずそろはいはいかしこまってそろこれ出たら帰ってこいってあんたわしゃどこへ泊まるんだろうってえはしゃらんちゃったですよそうだよおそうじゃいでもって工場言うたら大抵貸しくれんであれいや何も言ってなかった何も言ってなかったどこに言ったのお前家を何かわしで言うたって知ったよ真似をして言った真似ってあんた真似までせいでねえよ旅する山伏が日に浮きくれなぬ満たすを哀れと月夜の宿を賜り宿を言って言うてみよあの毎回の復讐せいやそこの言うてみのは余計ようのえぇあがに言えいうことよえぇ、あがにええー、じゃないよ毎回同じミスをして予習復習せいくなろうだろう小学校だから質問貸してくれてんないぞ毎回じゃろう、うん、毎回貸してくれてんだ毎回同じ声取るじゃないかあんた、うん、なんか似たような声なんか貸してくれるような気がするよあの男は、うん、男じゃない女かそうだなそらええんだよもう一回言ってくれもうやじゃんもういやいや次は貸してくれるよ多分大丈夫よ一番ええの教えちゃうよなんで早く一番ええのいやいやこれあの乗せとんやいやいやもう昔からのご先祖様からの授かった言葉でけんすぐには言われやせんのんやそう簡単にゃうち自分で聞いたよわしは行かれやせん次はどうもなるほなる気がするなるほなりゃしませんよ貸してくれたら貸してくれてよ早く帰ってこいよ前一番ええの教えたら結構上手、はい、ええか、はい、旅する山伏が、はい、声張り上げて宿かるさ方はなけれども、うん、日に行きくれなんぎたすはあると見て、うん、どうでもこうでも一夜の宿をたまれやの、はいわかりました。最後ですよ。かしこまってそうの。あれ
この瞳と骨の松風にあふかれてつらそうよのほとりが一夜宿はなるまい西次第や人にあふまれてつらそうよの梅雨にゃ山口殿には宿はなるまい川柳水にゃもまれてつらそうよなやの宿たまわる川柳ほたるにゃ一夜の宿かぞが旅の宿はなるまい芝の殿瀬戸の日差しは広そうよなあこさせたまえや人よ情けに瀬戸の日差しは広けれど生草宿はなるものか見する山口が声張り上げて宿かぐさ法はだけれども死にゆきくれ難儀いたすを哀れとにてどうでもこうでも一夜の宿を賜れやろそんなに宿が借りたくば骨に登りて蓮華で木を切り兄に降りては早期で水を汲み七つ八つなる金窓に数珠掛け干させたもうなら一夜の宿はやすやすと賜るであろうはいはいかしこまってそうろう
ました。はいはい、長かったの。はいはい、寝とったでしょ。いやいや、まだ起きとった。はあ、長かったの。かっしゃぐいちゃったよ。お、よかったじゃない。かっしゃぐいちゃった。ほい、じゃあ映画行くまでだ。ああ、どこ行っちゃったんだ。そんなに宿が借りたくば、うん、上に登るオレンジで起き電気で清き。あ、電気ならば切れられる。人を行くのは早期で水を汲む。あ、早期で水で、うん、早期で、まあ早期はまあ水で人は救やす、うん、なんぼかと。おいで、うん、七つやつなる金窓に、うん、数かけこさせたもうな、うん、知恵の宿はやすやすと賜るであろうと予定打ちゃったよ。どれもできるけ、ちょっと行ってみるか。おう、おう、行っちゃったよ、宇宙チャートリー。あれ、嘘つく芸能だから。あ、嘘つきばっかり。行くんがしないときに行く。まあや、今日はここに野宿しよう。野宿？おお、ここだけ屋根があるか。野宿ならんよ、ええやつ。いやいや、ええよ、こんだけ綺麗なら。また、おう、おはよう、鍵閉めてな、誰入ってこれんようにしよう。おお、おう、そうすりゃ誰も入ってきやすな。芸人野宿だ。野宿しょうがない。あれあれ、ひどいこんな裏もんが出るね。うん、今日は野宿しよう、ここで。はい、うん、そういうことよ。いや、あれ、せっかく借りてくれる。うん、情けなやと旅の空には宿はなし、この野宿するなりと。なんだありゃ出た出た。きれいな化粧しとる。きれいな化粧しとってやろ。最近ちょっと乱暴じゃないか、お越し方が。だいぶ慣れてきた。慣れてきたの。だん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 の、お越し方が。だんだん、わしらの扱いがひどない。もう最後にあった、ステージ2人投げられる。そうそうそう。最後にはひっこめてくれた。
なんとまあ、まあ、ピチピチじゃどうや、ピチピチ言うなよ、ピチピチ言うて、甘い顔して、おばさんおさえてね、あがりかわいいか、おばさんに言うちゃんだよ、笑うけ、頭がでけなの、おきれいな、おこわ、はい、一緒に行きたいじゃん、こう若い子自分とかなんかどうしちゃったっけ、あらららってここでいい本草様よ、本草様よ、本草様に頼み上げたきことなそうろ、南城何事にてやそうろ、本草様よ、本草様よ、四人成仏へせんとは、まことのことかいの本草様よ。まこと汝の言う通り、四人という目のもの、胸に五つの蓮華あり、その蓮華月に一度合水となり、それを地に捨てれば地人、川に流せば水人、山に捨てれば山人、地人水人山人の咎めあり、よって女人成仏へせんとはまことのことなり。本草様よ、本草様よ、本草様に会いたて祭るは、若縁か畜縁か、闇夜に手人を妄想か、渡りに船と妄想か、助けたまえや本草様よ。あんしょう書いてまいれ、そう書いてまいったら仏様初の巻を取りてつかそうぞ。最前この花において一夜雨戸のうちに
主義の日にできたり、はい、扇の奏を持って埋葬楼につき、この花の様子を詳しく知りたいほどに、ここに里人を案内いたせやの。かしこまってぞ、ろいたしているところ、得体の知れぬ色白きのに一にできたり、我々をたぶらかしたるによって、この腹の様子を詳しくお聞かせなされそうろう。この腹の様子といっぱ、年若き者なれど、ましきことは知られども、昔よりの語り伝えをもって言うて聞かす。そもそもこの足立ヶ原は、上足立ヶ原が33か合理、下足立ヶ原が33か合理、合わせて66か合理の原なれば、この原の真ん中に黒塚あり、この黒塚に陰毛九尾の狐が住まいつかまつる下に候が、山伏とらば合力と変化、合力とらば山伏と変化、小とらば小僧と変化、小とらば和尚と変化、夫とおらば女と変化、女とおらば夫と変化、湯葉とおらばアブハイハチと変化、アブハイハチとおらば湯葉と変化に候が、ことあなた方は明日の山の東光後砂利有形と申す山伏様なれば、御身の威徳をもって御沈め御通りなされ候。してこの腹の抜け道は四方八方身売りのごとしと候、これはだんだんあれがたく候、あなたは元のところにお迎えりなされ候、しこまって候。
そもこのところに住み入れたる者は院の七十七代後白河天皇に仕えた手祭る三浦之助高津佐之助と申す弓引きの名人にてそう。さらばこの度立ちが原に悪行立ちこもり庶民に悩みをかけるよしよってこの者成敗せよとの勅命をこぶりたればこれよりは立ちが原を刺し次はやと思うなりさらばいちいちお急ぎなされ候かしこまって候
我が知りますよ神はなんと栄冠を信じて走りますか。おおあれはこれ、あれこそが人の七十七代白川天皇に仕えた手祭ゆらますけ高津佐之助と申す意味引きの名字にてそう何時いかなるものおぞや。おおあれはこれ、なんと現実においては反逆よ、もろこしでおいては命をの奇策となりて、雨物前へと変化、今日本へと取り渡れ、芸を食れ、悪念の血縁であれ。おおあれはこう、何時かの意味にどこの浜屋の意図を持って何時の運命とのめんこといや、ただ今のことをなり、あの三千年も生きながらしこの狐今弓矢にはずにかかりて身を果たすとは、あら残念やろ口よしやろ、なくなるやぜ日村氏、なんちゅうの相手に勝負そThank you.